待ってて、こんばんちゃんっていう名前になったの？え、私？違う違う違う、なんか挨拶みたいなやつ。マリエラちゃん映ってないよ。こんばんちゃん、こんばんちゃんって言ってる人がいた。こんばん、あ、てやん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 、え、てやん、たしてやん、たんじゃないの？たんじゃない、たんって呼んでるんだけど、てやんだって、やん、やん、やちっちゃいやじゃん。てやん、てやん、え、言ってよ、だってあれ、タンって言ってる人、キャンって言ってた。あ、でもさ、ずっと思ってた。言い方絶対違うって思ってた。キャン、キャンって呼んでた、美咲ちゃんのこと。チャン、美咲、キャン。だって、やだ、ちっちゃいやだもん。なるほどね。え、なんで突っ込まないのさ。いや、てやんだよって言わない。美咲ちゃんって言ってるのこと思ってた。え、どういうこと、どういうこと、え、ずっと、だから、ティー、キャンっていう。だから、キャンって呼んでんじゃん、美咲ちゃんのこと。映ってない、映ってない。って呼んでんじゃん、じゃないですか。だから、うん、あの、え、てやんなの？てやん、めっちゃ難しいじゃん。私めっちゃいろんなとこでキャンって言ってるよ。キャン思ってた。だから、て、あのまま読んでんだって。じゃあなんで、いや、ちっちゃいやなの？てやん。あれでてやんって呼ぶの？うん。なんでだよ。え、て、てやって、ちゃんって呼ぶの？そのまま呼んでごらん、ちっちゃいやのまんま。てやん。ほらだからそうやって呼んでんの。ね、キャンって。キャンでいい？どっちがいい？てやん、てやん。なんだよ、細かいな。なんだよ、細かいな。なんだって？ね、挨拶しよう、ちゃんと、正式に。せーの。みなさん、こんばんは。サムデイ、サムウェアでの、サムデイ、サムウェアの、まひろです。みさきです。清原です。よろしくお願いします。芸人みたいやけやめて。あ、芸人じゃなかったっけ。目指して見習い。芸人じゃなかったっけ。まだ見習い。こんばんは。みのさん芸人ですね。こんばんは。ちょっとごめんね、ちょっと読みにくいね。こうやってしてたらみんなの顔見る。そうね、普通に喋る。じゃあ今回はみんなのコメントも読みたいけど、 MV 見たよってみんなありがとう。そうだ、 MV のさ、裏側について語ろう。あ、そうだね。早速、早速、じゃあ早速行きましょう。え、何話す？あの日は6人で一つの車で移動したんだけど、うん、なんかサムさんは移動の時絶対一番後ろが植物園で、真ん中の席が動物園だよね。うん、多分なんかさ、順番とかはないけど、うん、多分あれだよね、待ち合わせ時間が、そうそうそう、的にそうなるんだけど、うん、後ろの3人爆睡だったことない？え、私起きてたよ。あ、起きた？起きた。私も。てか、でもマジマジは、あ、目とこことここにマスクして全部覆ってて、違うんだよ、一つだよ、一つを伸ばして。顔ちっちゃいんだ。そう、まじまじはマスクって全部顔覆って、マスクをこっちに目につけて、あ、そうだそうだそうだ、あので寝てたね。で、ここを開けるの。あ、そうだ、で寝てた寝てた、そう寝てた。二人は起きてたの？静かすぎて寝てんのかなと。すごいね、アウェイ感だよ。動物園だけずっと喋ってるって言ってるけど、帰りの、うん、車のこと覚えてないでしょ、二人とも。うん、あのね、覚えてない。私真ん中に座ったじゃん。あ、真ん中でずっとスマホいじってた。で、イヤホン持って。二、うん、人とも私の肩を枕にして、私はずっと肩重いまま1時間半乗ってたからね。あれ、そんなに終わったと思ってた。なんかそんなに爆睡した記憶ないんだけど、あんまり。私爆睡した。そうそう、あのね、リオは携帯5回も落としてたから、車に。嘘、うん、ボーンと落として、こうなんかも自分で拾った。ガチ寝だわ、それ。うん、私は、みなきちゃん、今までありがとうよって言ってるのが、宇宙人、言ってたみたいな感じだった。でも、ひろちゃんも、もう、あーって言ってた。嘘だ、絶対言ってない。絶対言ってない。いやいや、嘘だ、嘘だ、嘘だ。嘘だ。私は、ちょっと起きてた、起きてた、起きてたもんだって。違う違う、言ってない。私、起きた瞬間は覚えてた。だって、私、バイバイってリオに言ってた、ちゃんとまひろちゃんが。バイバイ。言ってた？言ってた、言ってた。バイバイって。で、大丈夫って言って、で、リオがありがとう、大好きよ、おやすみってずっと言ってた。え、言ってないよ、言ってない、ほんとにない、言ってたからね。え、絶対嘘だって、ずっと起きてたもん、私だって。え、絶対嘘だ、ずっと起きてたから。え、私起きて、眠と思ってそのままありがとうございましたって言って、そのまま目、もう閉じたまま。え、だって知らないよ、嘘。マネージャーさんとかから聞いてないもん、その話。え、美咲ちゃんありがとう、大好きみたいな言ってたの、ずっと。大好きとか言わねえよ。言ってたもん、言わねえからな。ただで言わねえよ、ただで言わねえからな。お金もらうんですか？お金もらえ、めっちゃ明るいの、ここ。
持ってるよこいつ、持ってる持ってる芸人感がすごいだって嬉しい。 MV の話、 MV の話、どういうこと聞きたい、みんな。お弁当内容とか、うん、お弁当のカキフライめっちゃ美味しかった。私食べてない、カキフライ。なんで頑張ったの。違うのがなかった。なんかエビフライ、私エビフライとカキフライ食べたけど、なんか違うバージョン。だからさ、魚わかんない。魚、エビフライがね入ってたの。鮭が入ってたので、鮭は食べれないからレイヤーにあげた記憶がある。梅干しも全部レイヤーに突っ込んだ気がする。 MV 超かわいい、ありがとう。でも楽しかった、私は普通に、うん、なんか寒かったけど別にそこまでやってらんねえよってほどじゃないよね全然。え、寒かった、あの外の草原、その運動場的なとこでのはちょい寒だったけど、ね、でも別に何百回も踊ってないし全然楽しかったよ。体育館が一番楽しかったかも。何回も最後だったのか。体育館がね、あれ使われてるよね、青いとこで踊ってるやつ。そう、あれ、あそこのセット初めて見た時、ディズニーランドじゃんってなったよね。そうシンデレラ城みたいな感じだった。え、体育館に見えないよね。うん、確かにね、一応体育館なんだよね。あれさ、うんあれだったよね。どれだったよね。忘れちゃった、何言おうとしたか。ちは MC できてます、できてます。制服可愛かった。制服はレイヤーと私だけだったっけ、リボンが、あとみんなネクタイだったね。カーディガンも微妙にみんな違うけど、分かんねえか、うん、でも私だけ元気じゃないのでちょっと、でもさ、台本に中学生って書いてたの。今日朝みんなに話したんだけど、そう、中学生なの、あれコンセプト、うん、あ、でもね、元気2人しかいねえよ。まあね、うん、でも制服着てないからさ、もうずっと、うん、何ヶ月ぶりですごい、大丈夫かなって、うん、ずーっと言いよったけど、全然大丈夫だったよ。全然大丈夫。みんなと一緒だと方言出ない。あ、ほんと出てない今はね、多分。Yes。そう、一応中学生コンセプトだから、レイヤーとひめりだけ元気だよね。まひろ似合ってた、だって。本当。やったー。ね、高校生だよね、どう見ても。うん、でもなんかね、え、これ中学生なんですかって言ったら、うん、え、中学生とか言って逆に驚いてて、うん、あ、高校生だ。誰が決めたの？誰が決めたんだろうね。そもそも MV 一番好きです。ありがとう。でもなんかストーリーがあるもんね、結構あれの続き早く見たい、ね、そう私たちも、自分たちも初めて見たから、今日初めて見たから。え、でも続きが一番良さそうじゃない、うん、めっちゃいいとこで終わったよね、まじまちゃんの、あちゃここで終わるかと思って、ね、超気になったの、すごい上手いとこで終わったよ ね、これはやばいと思って、そうそう、買わなきゃって思った、ね、もう自分の、なんか質問とかあります、みんな。サムサムに関する質問。サムサムってさ、もうなんかそのまんまで出とるけんさ、いつも数でスッポンポンで出る。スッポンポンじゃないか。え、いや、どういうことだよ。警察取れた。どうした。数で出てるから、そう。だからなんか、あれだよね。もうみんな知らないことないんじゃないって感じが。あるけどさ、どういうこと、知らないことがない、まあ、私らのこと全部みんなも知り尽くしてる感があるけんさ、早い、大集合っちゃ大集合。みんなすっぽんぽんすっぽんぽんって送ってくるんだけど、あ、リーダー決まったって。え、でも私はね、うん、絶対マヒロンがいいと思う。マヒロン、見て、私も、あ、ほんと、うん、私もずっと言ってて、マヒロちゃん言ってるよね、マヒロちゃんが絶対リーダーがいいと思って、全体的に分析してもマヒロンがいいの。なんで、性格的に、そう、やっぱリーダーってね、温厚な人の方がいいと思う。その周りの意見を聞き入れれる人、うん、その自分の意見ばっか貫く人がリーダーがいいというよりは、みんなの意見ちゃんと聞ける人の方がいいと思うから、こんぐらいふにゃふにゃしてる方がいい。ふにゃふにゃ、え、他のったら本当に、そう、こういう感じの方がいいと思う。あんまりね、やかましいリーダーって嫌やん。てか、なんかこんぐらいがいいよ、みんなが支えてくれる、うん、あ、そうリーダーを支えるパターンの方がいいよね。そう絶対いい。だから違う、しっかり者だからだよ。そう、リーダーいいんじゃない。裏リーダー笑った。裏番長ね、裏番長担当でいこうと思う。そう、ふにゃふにゃしてるから絶対いいと思うよ。ふにゃふにゃしてないよ。メンバー間の呼び方、順番に言っていこうじゃん。みんな誰、メンバーみんななんて呼んでる。まひろちゃんがメンバーのことなんて呼んでるか、一人一人のこと。
でもいろいろあるわ。うん、そうだ ね、割と気まぐれ、ね、年少から行こう。レイヤか、まだ待って、ヒメリー。ああ、間違えた間違えた、怒るよヒメリー。違う、なんかさあの、ヒメリーでもあの人は一緒だから、別に、うん、大人っぽいんだよね。でもなんかヒメリーってど、だって姫里とレイヤが同い年だよね。だよね。そうそうそう。じゃあいいじゃん。あ、でもあれだよ、姫里3月だから、うん、年がなんて言ったらいい、ちょっと違うけど、まあね、まあね、でも姫里は動物園って入ってるけど、なんだろうね、すっごいしっかりしてる。そう、周りを見てるよ。あ、でも大人しいというか、冷静、冷静、冷静、大人しくはないけど冷静、なんか物事に対する見方が冷静だよね、うん、そうだね。そう、よし、じゃあ行って、姫里でしょ。姫里、姫里、うん、姫里で、レイヤーで、うんうんうん、で次にだよね、次に年下、わしだよ、わしだよわしだよ。なんて呼んでるっけなんて呼んでるっけ。でもリオちゃんじゃない、普通に、うん、リオちゃんか、リオンか、リオンか、リオちゃんかリオンだよね、うんうん、リオンが最近多いかも、最近はね、うんうん、で若菜ちゃんか、マジマジ、たまにだよね。でも若菜ちゃんだよね、うん、基本若菜ちゃん、うん、若菜ちゃんかじゃないわで、美咲ちゃんは、美咲ちゃんは、ね、無難だよね、普通に、うん、なんかさ、うん、読みづらいからさ、あの文字で打つときは、あーあー、確かに確かに確かに、うんうんうん、基本は美咲ちゃんって言ってるね、うんうん、で、あと誰がいる、私すいません皆さん、こういう子なんですよ。もうめっちゃ面白い。私は私ね、私は私、竹山田、はい、はい、もういいです、はい、もういいです。てやんてやんてやんですね。普通じゃない、でも全部普通の呼び捨てじゃない、うん、姫里、うん、レイヤ、うん、え、てやんが、私は、うん、姫、イノコ、イノコとかレイヤって言って、うんうんうん、あ、イノコも言うかも、確かに、ね、だよね。で、あとはリオはリオだよね、うんうん、リオしかない。で、若菜ちゃんは若菜ちゃん、うんうん、若菜ちゃんとか、マジマさんとか言って、みんなマジマさんでもなんだろうね、あれなんでなんだろうね、なんかさ、急にマジマさんとかみんな始まる、わかった、うん、私も言わない、なんかさ、テレビ見ててじゃない、あの、マジマさんって、だってなんかマジマちゃんってね、そのなんかテレビに出とる人っていう感じだよね。だってセンターしよったけんさ、そう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 、なんか同じグループやけど、スタッフさんもさ、みんなマジマさんって言った言った、なんか周りはイノコとか言うけど、そう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 、マジマさんって言うから、マジマさんはマジマさん、マジマさん、マジマさんって言ってる。そう、マジマさんはマジマさんだよね、なんかそういう感じなんだよかな、うん、で、マヒロちゃんはマヒロちゃ ちゃんで、マヒロンって書く、うん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 、確かに。わしは、ああ、わかるわかる、ひめりはひめり、ひめりとか、うん、なんか赤ちゃんに似てるから、赤ちゃんってたまにノリで言うね、うんうん、で、レイヤはもうレイヤかイノコだよね、ムカつくときはイノコっていう、わかるねえ、あいつはイノコのときは、みさきちゃんはキャンって呼んでたけど、ちょっと違うらしいから、もでもテヤンってなんかな、みさきちゃんかな、みさきちゃん、うん、みさきちゃん、みさきちゃんで、うん、まじまちゃんはなんか、まじまちゃんってね、私が呼んでるから距離あるのってね、みんな言われるけど、まじまちゃんってね、若菜ちゃんよりまじまちゃんって感じがあるから、まじまちゃんかまじまじで、うんうん、まひろちゃんはまひろちゃんか、まひろんか、まひろっていい、まひろちゃん面白い、うん、まひろ頭がこう、なんでいつもそうなのさ、今日コンタクト入れてない、超面白い、本当に絶対もう持ってかれちゃう、ね、違う違う、コンタクト入れてないの今日始まる前にマジマジから指摘が来たんだよね、うん、なんて来たっけ、倒さないでいいじゃない、携帯何度も落とさないでください、よろしくお願いしてください、倒しませんよ、マジ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 怒っちゃったからやだデコ配信になってるよね、ちょ、若菜ちゃんも機械音痴なんだよ仲間仲間てか、そう、初期面がやばいな、機械なんであんなにできないのかな、まじまちゃんってさ、なんかドラえもんみたいだよね、うん、なんかあの顔じゃないよ違う違う、うんうん、なんかわかるかな、悪口だ悪口、でもまじまちゃんってね、人間味が溢れてて、その人間味が一番いいとこだと思うんだけど、でもなんだろう、なんか不思議じゃん、わかる、なんかめっちゃ不思議じゃない、うん、なんか頭の中どうなってるんだろうっていう感じがある、うんうん、まじまちゃんでもすごいさ、すごいよね、なんかポン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 質問に対してすっごいいい質問答え方をするから、そう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 、本当に感動する、上手だし、
でも自分の世界に入ってることが多いなって、なんか、うん、あの MV 撮影の時も、うんうん、なんかあのなんだろう、休憩時間とか例えば監督さんのお話聞いてる時とかにパッてまじまちゃん見たら一人で入り込んでるの毎回なんかパッっていう演技をやってて、あ、すっげーみたいなでずっと YouTube とか見てたしね、あ、そうそうそう、まじまちゃんはそう欅坂さんとかの動画見て勉強してたよね、うん、そういうなんか制服の PV のやつを、そう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 、私もずっと見てたよ。そうみんな、なんかスタッフさんになんか今回の初の MV 撮影に向けてやってきたことありますかって聞かれて、でみんな多分なんかいろんな制服の MV 見て勉強してきましたって言ってたんだけど、うん、私見てきてなくて正直、でも嘘つけないから、うん、あの深呼吸してきましたって深呼吸しか出てこなかったから、それでスタッフさん受けてたからよかったけど、そう3人揃うとなんかすごい、本当いい感じ。なんかさ、このメンツさ、謎メンじゃない結構、うん、これ何なんだろうね、謎メン、うん、これは何なんだろう、暇人の集いだよ。でもあれやばい、うん、リオンが一番上だっけって思っちゃう。だってでもさ、でもさ、リオがこの3人で一番顔大人っぽいよね。ね、セクシー系じゃない結構。でもね、でも私色気ないって言われるよ。ちょっと待って、言ってもいい、うん、あのね、メイクさんがね、うん、あのひめりと2人でいたじゃん、うんうんうん、で出てって、私とひめりが、そうそうそう、うんうん、出てって私だけまだやってもらってて、うんうん、その時に「ああの子たちが14歳の子だっけ?」って言ってて「いや、あの1人子鬼が」って言ったら「えわえすごい幼く見えた」とかって、まずそれってさ何それって何、えそれってさ、なんかあれうるさかったから、でもレイヤーが顔が顔が幼かった。でも私童顔ではないよね。童顔ではない。でも私そんな顔か、ね、でもね、子供っぽいと思う、大人っぽい童顔私は。でもね、さっきも話したけど挑戦者として出てきた時さ20歳前半に見えた、大人っぽく見えるよね、うんうん、テレビだと なんだろうね、大人っぽい。あ、確かにテレビだと大人っぽいんだわ。なんじゃ挑戦者にさ、うん、挑戦していく人はちょっと大人っぽく見えない。なんか挑戦者に、じゃ挑戦者が固定メンバーに挑戦していくと、なんか緊張そうに見える。なんかその年齢に見えない、その年相応に見えないんだよね。そうそうそう、あれ何なんだろうね。顔こわばっちゃってみんな緊張して、そうかる、だから気強そうに見えるんだけど、ね、でも実際は違うみたいな、うんうんうん、性格の方が多い。年相応かな。ティアン童顔、うん、童顔だと、なんか私服だと童顔かな。私服がちょっと可愛い系だからさ、マヒロン一番大人っぽいだって。いや当然だわ当然だわ背低いから。やかましいわ。何センチ2人とも158.5 だった。理想なんだ、理想なんだわ。それがなんで測ったの。166か7かぐらい。わあ。でもね、縮んだり伸びたりしてるの。ヒメリ伸びてんだよね。なんかやばいんだって。でかい。え、でかくないよ、あいつ。でかくなった、でかくなった。てか赤ちゃんみたい。あの子がさ、あの現場に入場してくるとき、赤ちゃんみたい、本当に。入場っていうかさ、入ってくるとき、赤ちゃんみたい。156、7くらいあるよね。155やったんよ、最初のとき、うん。でも伸びてるって言ってたから、先と身長どんどん大きくなってるよ。わかんない、レイヤー抜くかもね、姫に。レイヤー、いくつだっけ。絶対でかくなるよ。レイヤー、レイヤー何センチだろう。今レイヤー158だって。うわあ。え、一緒なの。一緒。あ、そっか、そうなんだ。レイヤーと身長変わんないんだよね。マジマジもそんぐらいだった気がする。って言ってる。お名前もよ、かなちゃん、わいさん、のんちゃん、あやちゃん、みなっぺさん、りかちゃん、てやんてやんって言ってる。言っていく、言ってる。てかね、なんか乃木坂のみおなちゃんわかる、うん、あ、わかるわかる。みおなちゃんに声そっくりって言われるの、配信してると。え、そうなのかな。毎回、なんかみおなちゃんと声似てるって必ず言われるの。え、みおなちゃんって滑舌悪いっけ。だからちょっと、声が噛みついた、噛みついたなんか声が似てるって言われて。噛みつきましたよ、皆さん。とかそういう、皆さん見ました、今見てるだろ。年下が年上に。あ、でもほら、やっぱ来るよ来るよ、堀ちゃん似てるって。似てるのかな。滑舌って来る、わかるかもって。でも滑舌
悪いな。でもさ、この前ガチで相談してたよね、うん、メイクさんに。なんか滑舌ってなんとかって直せるらしいですよねってガチでガチトーンで相談してたこの子。してたしてた。でも悩むよね。似てるって。なんか滑舌まで芸人出たらいいんじゃない？普通のトーンで言われたんだけど。みんな芸人行くからな。なんか、だからね、早口言葉とかやっちゃえば、うん、って。あ、マヒロン。さゆりんごさんに似てる。似てる。顔が似てる。そう。うちの家族も言ってた。この前歌番組出てるの見て、うん、あ、この子か、あ、似てるね、確かに。嘘、うん、本当に。なんかさ、顔の色とかも似てる。そうそうそう。顔の色？なんか前髪とかちょっと違うからさ、同じようにしたらもっと似てる。嘘。全く同じにしちゃう？てか前髪伸びたね、めっちゃ。伸びたの。切んなよ。パッツンですよ、パッツン。パッツンの方が好き。まひろちゃんパッツンしよう。パッツンってだいぶ前の？ぶち長いやん、これ。だってさ、普通に。ぶち長いってどういうこと？真っ直ぐにして。真っ直ぐにして。え、めっちゃ今巻いちゃってる。え、今から切ろうや。やだよ。卒業式やと。卒業式って違う。違うくない？どこ切んだよ。なんかね、一番最初の初期の何の、みんなどう思う？え、パッツン。でも結局ファンのみんなの意見が一番だよね。パッツンにしたらさ、パッツンの方が絶対可愛いって。ツインテールキャラにしたらさ、さゆりんごさんなんじゃない？ほら、だってめっちゃ、そうだよ。パッツンにしてほしい。ねえ、いじらないね。やばい。ごめんね。ちょっと。ごめんね。ね、断髪。ごめんないで。え、どうみんな、パッツンの方が良くないですか？パッツンは間違いなくない？パッツンにしたら絶対可愛くなるんだよ、もっと。いや、パッツン似合わないって言われてきた人生だよ、私。高校生ってどんな感じだったの？パッツンめっちゃ長いか、あ、切るか。でも絶対前髪ある方がいいと思う。本当？うん。なんかね、半々に分かれられちゃうんだよね、私。なんか今日私も1200人だって。ありがとう、1200人。パッツンしてみて、デコ出し。デコ出しね。デコ出しみんな欲しがるよね。美咲近いぞって怒られちゃった。私の方が絶対近い。頑張らないぞって。私はいつも通りだから怒られない、ね、そうそう。美咲ちゃんって来た。美咲ちゃん、イエーイ。美咲ちゃん、パッツン、リーヨンみたいな髪型がいいんじゃない？だってまひろちゃん、なんかこんこれは、ね、パッツンだけど分けるみたいな。そう、これは分けないことも。何見てんだよ。こっち見て、こっち見て。何見てんだよ。似てるくない？でも。うん、同じよう、あ、似てる似てる、めっちゃ似てるわ。パッチンできるけど。そうそう。だからここで分けなかったら普通にパッチンにもできるしみたいな感じ。え、切ろう？切った方がいいよ。え、今切っちゃう？やだ。お願い、切りたい。切りたい。やだ。え、切る気ないの？切る予定ないの？まあ切るけど。ね、時間がないの。今時間ある。全然あるよ。いや、この後マジマジの配信見ながら切るとこ。やだよ、ね、美容師さんに切ってもらう。え、前髪私絶対美容師さんにお願いしないんだけど、わかる？うん、わかる、ちょっとわかる。前髪って、ね、あ、ごめん、どうぞ。ねえ言ってて、気になる気になる。え、なんかさ、初期メンバーの時に、うん、最初記者会見とかで、うん、ちゃんと切ろうと思って、うん、美容師さん、新しいとこ行ったの、うん、すごい有名なとこの何店舗もやってる店長さんで、うん、これは大丈夫だって思ってたの、うん、そしたらすっごいギザギザに切られちゃって、あの初期メンバーの最初の写真がギザギザで。え、嘘。いや、調べないで。やだ。みんな今調べてたよ、多分言ったから。え、違う、本当に見てほしくないの、あれ。山田真宙。あの、友達に気づいてもらえなかったんです。真宙どれみたいな。え、嘘。そうなの？どうしちゃったのって言われて、すっごい恥ずかしかった。よいしょ、もう見ないよ。っていうかね、なんか顔が違うでしょ。もう今の方がね、うん、何千倍も可愛いよ。あ、違う、やばい、それやばい、本当に、本当に確かに。まひろちゃんはやばい、やばくない、面白い、面白くない、ね、わあ、なんかいっぱいギフトが来てる。ありがとうございます。さっき3人でスクショタイムしてって書いてくださってる方いた。じゃ、まずサムサムポーズでしょ。みんな今日目張ってるんだけど大丈夫かな。え、近くに行こうよ。できる限り全員の顔が、あ、ここにしよう、ここ。ここ。ん？どこ？あのな。違うの。はい、それも。してないから見えないの。あの、位置をここにしようってこと。位置ね。そう。これ以上進みませんよってこと。分かった。理解、理解。かわいいわ、悔しいけど。つまっちゃった。いや、自分が言ったんだよ。どこどこ。早くしようね。呼吸ができない。してるしてる、今してるしてるわ。はい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 。
小指長くね。長い。私時指超長いからね。どの指出してんのって思ったのよ。小指つっただろって思った。小指だったわ。手ちっちゃ。私もちっちゃいから、ひめりのことそんなにバカンできないんだって。チャラーンだね。やばいね結構。まあ、でも身長もちっちゃいから。それがいいよ。ちっちゃいからさ。私手大きいの悩みだもん。で何してほしいですかみんな、あのスクショポーズ。うさぎ合う？うさぎ。あ、うさぎ。いや。これ？そう。ね、映ってる？私今日見えないんだ。見えてるよ。あ、映ってるよ。あ、映ってる映ってる。はい。スクショタイム。スクショタイム。スクショタイム。OK じゃない？OK。OK。OK。はい、カタロ。カタロ。カタロス。何話す？何話す？何話す？いや、まあ。な何がいいか。何を笑ってるんですか。だってさ、急に奥でさ、で三人でハート作ってってきてる。三人でハートだから。あ、そういうこと？あ、そういうこと？あ、こあどっち系？こういうことこういうことか。はい。はい、え、はい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 。この方が面白いじゃん。ここくっつけて。どういうこと？あ、こうか。え違う違う、こういうことじゃない。なんでやねん。私だけ手でかいから無理だよ。こうこうだ。違う待って、もうこうは、あ、こうしようこうしようこうしよう、ね、あ、綺麗。シャキーン、イエーイ。ね、顔出てないまひろ。ちょっときついです。頑張ろう。みさきちゃん、あ、いけたいけたいけた、今いいよ。みんな来いや。ファイヤーファイヤーファイガーちょやめて。ねえねえ、であてがさ、みんなさ振り向かない、なんか、あ、今日寒寒寒寒寒ってやつ。今日リオと話してた、ね、なんか今日なんかおばさんが、うん、あのこう私が一人で歩いてる時に横を、うん、寒寒って通ってたから、って思ったけど絶対違うの、寒寒だから。なんか冬って間違えちゃうのさ、そういうので。みさきちゃん壊れてるって。さっきささっき歩いてた時もずっと言ってたよ。ね、そう、寒寒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 言ってたよねずっと。はい。テンションだけ、テンションだけ。ここでよ、私たちここにいますよ。ずっと喋ってるよ一人で。ここにいますよ寒寒。ね、全員で配信したいよな。いつか行けないかな。ね、いや、やばそう。なんかレイヤーで6人分のうるささ持ってるからさ、あんこどうしようかな、ね、レイヤーちょっと悩みもんだよ ね。でもサムサム全員配信はなんかいろんな意味で放送事故だよ。あのいや、若菜ちゃん喋んなくなっちゃう。マジマジね、多分ね、終わる頃には画面から消えてるよ。冷静な目で耐えれず消えてる。私はこれで失礼しますってなってると思う。まひろちゃんの家で配信したらさ、何回も倒れてる。そうそうそう、だよだよだよ。お家の問題じゃないよ。だよね。MV の裏話してって。裏話ね、待って、MV の時を振り返ろう。あ、MV が撮り終わったのが結構もう夜だったんだけど、うん、全部終わったのがね、夜だったんだけど、全部終わってから、スタッフさんとメンバー全員で屋上に上がって星空を見たよね。ロマンチックだった。そう、みんなで、キャーって言いながら屋上の階段登ってて、もう真っ暗な。暗闇だったからね。そう、上がってて、でさ、星がすごかったじゃん。めっちゃ、うん、合ってたんか。そうそうそう。で、そんでさ、すごいスタッフさんもメンバーも、すごい星が、って反応してんの。で、私も一緒になって、すごい綺麗ってやってたけど、普通だったの正直。おい！違う、愛媛ってあんぐらい、まあ、星出てるから普通に。だから、東京の人、東京って星ない、あ、星ないね。星ないんだと思って。上京して、もう泣きそうになったの、ね。そっか。そう、だからみんなが、すごい、バカみたい、あ、バカみたいって言った。いやー、すごい。本当に、すごい、優雅に感動してたから、そうそう、みんなすごいって言ってたから、何がすごいんだろうって思ってて。じゃあ、あやは、みんなで見てるからいいんだよ。そう、みんなで見てるから、そうね。見てるから感動し。そう。いや、いつもこれなんだけどって思いながら、近く近くからそう、でもすごかったね、あれは、うん、なんかそう、その全部終わった後にあれをみんなで見るっていうね、もうスタッフさんたちも好きすぎて、ね、そういうのがね、なんか楽しかった。バカ見たよ、やばいね。え、私人生で一番綺麗な星で今でも覚えてる。でもあれ感動的だった。なんかその真っ暗な階段登ってって上がった時にあの星、うん、やばかった。
最初目が慣れなくてさ、星見えないって思ったらさ、うん、でも真っ暗だったじゃん、私レイヤン何回も脅されたから、うん、もう嘘にしか聞こえないようだってねえねえねえ、さっきからね7人の、あ、7人じゃないわ、6人だった6人のカラー6人のカラー、そうだ、変えてくださってるよ6人のカラーね、私は白か水色がいいなと思ってるの。じゃあピンクね、キャン、キャンって言っちゃう、いいよ、美咲ちゃんはピンクだわ、絶対ピンクなの。でもまひろちゃんね、オレンジか紫って感じ、どう思う？え、でもレイヤーの紫っぽい、あ、確かに、うん、レイヤーいける、でもレイヤー赤なんだよ、え、ヒメリが赤でしょ、ヒメリは黄色だって、なんかさ、ヒメリのさ、LINE の名前がさ、だからヒメリ担当からあんのか、あんの、え、グループの担当か、あ、そういうことね、そういうことね、そうそう、いや、ヒメリってさ、そう、なんかヒメリの LINE の名前がさ、黄色のハートついてるからさ、うんうん、なんかあの子黄色のイメージ、黄色か、でもマジマジが白か水色どっちかなんだよ、 なんかファンの人はね、若菜ちゃんは白って書いてんの、みんな、うん、だってマジマジが一番白だから白だよ、やっぱりマジマジが白は決定でいいと思う、白を超えて透明、うん、もはや、うん、もはや透明って感じ、そうね、うん、マジマジが、マジマジとね、美咲ちゃんは決定でいいぐらいだと思う、白とピンク絶対じゃない、うん、なんか他想像できないよね、美咲ちゃんのピンクって感じ、なんかさ、あの動物に例えると、わ、な、なに、まひろちゃん、私言われたことある、リーヨンに、え、なんだっけね、それね、多分ね、配信で、そう、美咲ちゃんと中継しながら、うん、あの、うん、まひろちゃんの初配信見てたんだけどさやだそんでさ、そのまひろちゃんが配信中に言ったわ、うん、私にクマに似てるって言われたことある、うん、で、私美咲ちゃんに、うん、え、言ったっけ、私言った、言った、覚えてる、まさ、なんて言った、私、いつ言った、クマって、なんかクマっぽいって言われた、え、めっちゃ悪い子じゃん、そう、ね、すごい感じ悪くない、リオにさ、LINE、うん、で送ったの、え、クマって言ったのって、うん、ね、そうそうだそうだ、リオ、リオにクマってまひろちゃんに言ったのはだって送ったら、うん、え、覚えてないって感じだ、クマって言われた、でも、うん、あのまひろちゃんがプーさん似てるってよく言われるって言ってたな、うん、もう共感した、もうなんで、もうそのでクマって言ったんじゃない、あ、かな、うん、でもプーさんって言った瞬間それだってなったよね、プーさんだよ、うん、プーさんだよ、うん、プーさんだよ、あ、なんだっけ、なんだろうね、ポンポンプリン、ポンポンプリン、そうやって言われた、プーさんってさ、どんな喋り方すんの、僕プーさん、あ、そんな声、僕プーさん、僕プーさん、そんなんじゃない、ミッキーだわ、プーさんだよみたいな、プーさんだよ、まひろちゃん存在自体がプーさん、なんで、なんだろう、ね、性格がおっとりしてるからかな、うん、でもクマってもし言ったとしても悪い意味じゃないと思う、クマってさ、あれだわ、え、ね、てかプーさんってめっちゃ人気あるじゃん、そう、人気者だよ、うん、人気、だって、うん、主人公、プーさんにしか見えなくなってきたどう見てもプーさん、やだー、え、だからクマさんだな、もうクマ、クマとウサギとチワワだね、うん、うん、どう見てもプーさんはちょっと優しいクマさんだよ、優しいクマさんマジマジって何、クマだっけ、だって白鳥だっけ、あ、あそうそう、白鳥だっけ、白鳥だわ、白鳥っぽい、ね、もう本当に笑わせないで、マジマジ白鳥だわ、白鳥はね、コメントしてくださったの、え、でも私さ、ショールームでも話したんだけどさ、私さ、タワレコのさ、握手会行く時もみんなで行ったやん、車行く時にさ、マジマジの寝顔見て、私銅像みたいって言った、だから、分かった、リオン失礼なんだよ、言葉が、分かったの、違う、チョイスがなんか違う、でも分かる、だから私、マジマジ動物で例えると何ってさっき自分で言っといて、うん、いや、銅像だろうって思っちゃった、ね、分かる、銅像みたいなの、マジマジって違う、褒めてるんです、みんな聞いて褒めてるの、だからなんか、うん、銅像みたいじゃない、うんうん、こうお偉いさんみたいな貫禄があって、貫禄がある、なんか何かすごいことが起きないと動かない、銅像じゃないので、物事も発さないし、喋ったら喋ったみたいな、だから銅像みたいじゃない、せーちゃんもうさ、人間にしよう、あのさ、あの若菜ちゃんはもう人間にしよう、若菜ちゃんだけ人間で、お偉いさんね担当、あー、そうだそうだ、せーはもう固定にしよう、じゃあ、でもなんか銅像っぽい感じ、若菜ちゃん聞いてますか、あ、でも若菜ちゃん見るって言ってたわ、やばい、見てるかな、わかなちゃん、わかなちゃん、リオさ、見てたら LINE して、あ、でもね、レイヤーのこと猿って言ってたよね、え、違うって、あいつライオンだよ、え、レイヤー絶対ライオン、え、猿って言ってて、なんかうほうほう、なんかキャンキャンキャンってなんか騒ぐじゃん、あ、でもなんか車とかでさらっとお前猿みてえだな、そう言ってるっていうことはあるけど、レイヤーは猿みたいな、
レイヤーね、猿ほど激しい動きは。でもあいつこの前、猿ほど激しい動きはやばい。この前あのなんかあれあれな、ガッガッ廊下突っ走ってたよあいつこの前。だから本当になんか なんだろう、でも猿ほどではないかな。ライオンに似てないレイヤーって。あ、元気な男の子。わかる？ね、動物じゃないよさっきからずっと。いや、まず生物も性別も違うしな。うん、そうだよ。ライオンっぽい。ヒメリは、うん、ヒメリってなんだろう、もう赤ちゃんなんだよな。ヒメリってなんかもうなんかちっちゃいプードルみたいな感じ。あ、プードル。え、でもプードルクルクルではないでよ、でも。うん、でもプードルっぽい感じはあるかも。でもヒメリもさ、なんかちょっとたまに私に似てない？口悪いよね、うん、たまに、うん、ね、うん、ディオのせいで映ったんだよこれとか言ってる時ある。下打ちの練習の時に姫でが一番下打ちそうだ、やばい、あいつやり慣れてるよ絶対、うん、そうだよね、本当にギャップがいいよね。ね、私は好き。パンヘルソン、やだー。違う、毒舌じゃなくてさ、言葉のチョイス。でもさ、サムサムってみんな言葉のチョイスおかしくない？なんよ、私、あ、みんなっていうか、まひろちゃんとマジマジがおかしい言葉のチョイス。そっち？なんか、ま、え、絶対リオの方がリオの。ああ、さあ、私もおかしいけど、なんかマジマジもなんだろう。だから真顔で変なこと言うね。変なことというか。普通になんか周りめっちゃ笑ってるけど、マジマジはいたって真面目みたいな。そんなんだ。でも言い間違いしないのが本当いいと思う。私言い間違いが多いって言ってたね。本当に多いよね。ひどいかな。でもひどちゃんも先多いよね。一緒に話してて。うん。うん。ね、うん。ほんとひどい。マジマジやってんね。もうそれはね、分かってることだよね。もういいよ、否定しなくて。だってね、マヒロン天然じゃないとか思う。え、私の話してたの今。若菜ちゃんが天然っていう話かと思ってた。何その顔。うんうんうん、お、2000人いったよ。すごい。ありがとうございます。ねえねえ。ねえねえ。なになに？なんもない。な、どうしたの今日？じゃあなんか言おうと思うと忘れちゃうんだって。やばくない？待って、マジマジがあるから。待って、マジマジから聞いてますって来てる。わかなちゃん。わかなちゃん怖いよ。わかなちゃん助けて。みんなでわかなちゃんのことどうぞとかって言ってるからきっと。私は言ってないよ。お偉いさんとか言っちゃったからもうわかなちゃんも怒っちゃった絶対。聞いてまーすで、丸もわらもなしだよ。聞いてまーす。マジマジー、わかなちゃん。ホラーだよ。ホラーで、あー、また行っちゃった、行っちゃった。もうやっちゃったよ。ホラーで、わかなちゃんホラー。聞いてまーすって聞いてまーす。聞いてまーす。おえー、さすがマジマジ見てるよって書いてる。マジマジ見てるよ、みんなみんなもコメントに気をつけよう、ね、マジ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 褒めよう。マジマジマジ天使、マジマジマジ天使。待って、ま、待って、マヒロンがわかなちゃんのことどうぞって言ってましたっていう。違うよ。ちょっと怖いよ。ちょっと私が怒られる。ねえねえ、リオがさ、わかなちゃんの、わかなちゃんで、まひろちゃんの前髪のこと喋ったじゃん昨日って、うん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 、もうそっから私さ、まひろちゃんの顔じゃなくてさ、まひろちゃん前髪ばっか見ちゃうんだけど私。やだ。でも長すぎると思う、さすがに。ずっとディスられてる私今日。え、切ろうよでも。ね、切りたい。相談して切る。え、でも私切るの得意な方なんだけど。でもこれどうやってカールしてるの？めっちゃさ、ね。うまいよね。ありがとう。伸びたね。伸びちゃった。知らん間にこんなに伸びちゃってさ。伸びちゃった。これ風吹いた時大変じゃない？そう。っていうのをすごい思ったんだけど。やばいよね。マジマジ怖いね。ね。これね、大変。ね、大変。今日ね、違うの。こっちのここら辺のやつも持ってきちゃったの、こっちに。だから直さない。なんか長いなって思ったの。そう、ここら辺が。前髪なのそれ。ここら辺がね、前髪じゃないのを巻いちゃったの。巻いちゃったのね。カラ触っちゃダメだよ。巻いちゃったのね。そう、触っちゃダメだよ。触っちゃダメだよ。触っちゃダメだよ。リーダーってもう言われてるよ。リーダーってさ、決めるのかな？どうなんだ。でもなんか上から言われる、上の方から指名される場合もあるし、グループなり指名になりそうだよね。サムサムはね、サムサムなんか指名されそうな、指名だったら若菜ちゃんってな感じする、うん、うん、若菜ちゃんでもいいかも、うん、しっかりして。私は無理だ、ね、誰が一番髪長いの？ひめり？あ、違うわ、みさきちゃん、うん、
だな、ダントツ、切らないの、うん、切らない、てかもっと伸ばしてる、へぇ、でも髪ってどこまで伸びるんだろう、めっちゃ長かった、そういう人だったの、うん、あ、でもね、高校でいきなり自分でショートにしたこともある、失敗したのだったの、うん、意外と上手って言われた、あ、じゃあ切っちゃう、切ろう、切っちゃおう、やだー、ないね、え、じゃあ前髪自分で切ったらいいのに、ね、そう思うよ、ね、そうだよ、なんかね、うん、そううん、そうんみんな天然って、え、でも天然率高いのか、サムサムって、テヤンの曲作ろう、テヤンの曲って何テヤンの曲って何なの、ウサギの国からやってきた、あ、本当にあるの、そういうの、あ、ないですね、あ、すいません、ないんですね、ナイスナイス、長い方が好きなんだって、やっぱりミサキがリーダーでしょって書いてるよ、ミサキさん髪が長い、いや、ダメ、ミサキがリーダーでしょ何回言ってんだよ、ミサキがリーダーでしょ、いっぱい来てたよ、イエーイ、リーダーまひろでお願いしますだって提案の曲、カタロースってこと、カタロース、わかんない、カタロースって言わない、うん、私言っちゃうんだけど、カタローよって意味、うん、あ、そうなの、お肉、お肉のロースと合わせてる、マジマンジみたいな感じ、やってきたはいはいはい、え、それ即興なの、それ、え、聞いてて、か、みさきの自己紹介できたの、え、うん、聞いて、サムデーサムエアの木村みさきです、みさきって言ったらテアンって呼んでください、みんな行くよ、みさきテアン、ありがとうございます、よろしくお願いします、いい、私もさ、そうやってファン、なんかファンの方からなんか言われるってやつがやりたい、いいよね、そう、そういうの、19日やりますよ、え、まひろちゃん決めた、決めてない、私も決めてない、あ、19日やります、そうなんだって、どうしよう、19日どうしようか、みんな考えよ、そう、19日20日じゃなくて19だってサンシャイン、でも多分自己紹介はすると一人一人、え、どうしよう、なんか助けて、よいよみたいなえ、みんな決めてるかな、どうしようどうしよう、てやんメモした、メモしてくださったって、てやん、え、めっちゃ、え、あさって、やばいやばい、緊張してきた、え、なんか私今日検索したのさ、そのサンシャインうんうん、すっごいとこだったね、あれどういうとこだったね、聞いて、なんか下から上までこう人がいて、うん、360度なのかな、あれ、あ、人が、やば、あ、もうどうしよう、ちょっと本当にねえ、みんなでもいいね、結構ね、来てくれる人いるっぽいからよかったけど、そうそうそう、ね、聞いて、私ね、ファン、うん、なんかファン名みんなあるじゃん、あるでしょ、あ、うん、あるあるある、私ないのよ、あ、ないの、ない、なんか作んなくていいかなと思って、サムサムのなんか、若菜ちゃんも作んないとこかなって言ってた、サムサムのね、サムサム全体のファン欲しいの、私サムサム全員がファン、何がいいと思う、そう、だからサムサムの名前が欲しいの、ファンので、え、なんだか分かんない、 でもなんかファンの人が美咲のことペヤング、ペヤングに似てる、テヤンが、あ、うん、それでなんかテヤング、テヤングってくるので、なんか主題歌さっきソース焼きそばみたいなバカにしてくる、うん、どういうことだよどういうこと、何の話だ、サムサムのオチがないください、え、なんだろうね、サムデイサムウェアのファンの前ってさそうそうそう、なんかどういう風に考えたらいいんだろう、ね、360度って下からは見えないよって書いてるよ、ん、あ、そっか、そういうことか、あの、こういうあれね、360度ってこういうなってたから、あ、なるほどね、だからそう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 、後ろ向いても人がいるってこと、あ、なるほどね、やばいよ、後ろ向いても、え、多分、あ、わかった、あ、わかった、え、多分そうだった気がするんだけど、あ、私、あ、そうだよ、多分そうだった気がする、バカにしてないよ、尊敬してるよって、尊敬してるサムラサムラサムラ、ちょっとぽいな、でもぽいけど、どうする、ぽいけど、ね、なんかかぶんない感じがいい、かぶんない感じ、天使、サムサムのファンのことを天使って呼ぼうよ、天使なんか違うよ、なんか違うよ、てかどうなんだろう、なんか神、他のさ、なんか普通基本ファンの方々の名前ってどういうやつなのか分かんないんだけど、なんか、うーん、ね、サムライとか言ってるよ、サムライはちょっとサムゲタンとか、もうこれファンの方に決めさせたら危ない気がする、そう、ネタなっちゃう、ね、これはなんかゆっくり考えないとあれな気がするね、みんなで考えよう後で、うん、ここじゃなくて、サムサムニだ、サムサムニだ
やだ。みんなみんなセンスがすごい。みんなバカにしてくるからね。でも上手皆さん。そう面白いよな。セーム。セーム。あでもあと15分しかない。この後、まじまちゃんか。そうだよ。まじまちゃんなんだね、この後。あと何分って言った ?15 分、あと15分。なんか話したいことある？なんだろう。話したいことある、話していいよ。やっぱなんかでもみんなが嬉しいのはメンバーの話とか PV の話だよね。なんか MV の話をしてほしいと思うんだけど、こうやって言われたら思い浮かばないんだよね。何が？じゃあ質問タイムにしない？質問タイムにしちゃう？そしたら。カモーン質問ください、まあ、誰に対してもというか、サムサムに関するものなら何でも、うん、サムサムにというか、なんて言ったらいいかな、そうそうそう、サムサムとか、その今日公開された MV とかの、あ、お互いの第一印象は、だって、うわお互いの第一印象、待ってよ、生で会った日のだよね、うん、これは、うん、多分でも、私は、まひろちゃんはうん、本当前も言ったけど、なんかオーラが優しかった、本当にその時からだから、あ、本当にこのままなんだ、テレビのままなんだと思ってまじまじはすっごい距離を感じた、なんかテレビの中の人って感じがして、みさきちゃん怖かった、なんで言ったよ、ね、でもみさきちゃんはそう最初怖かった、みんな言ってた、なんか、うん、で挑戦者のイメージがあるから怖かったって、うん、そうなんだって、しょうがないの、そう強そうって言われた、でひめりとれいやはなんか嬉しかった、こんなちっちゃい可愛い子たち同じグループなんだと思って嬉しかったな、私キラキラしてたよね、そう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 、なんかさ、挑戦者の時と性格全然違うって言ってたよね、昨日、性格というか、もうなんか雰囲気が違う、ね、なんかまるで違う、全然イメージと、やっぱなんか第一印象って勝手に決めちゃうからさ、自分で、うんうんうん、だからなんかそれ、美咲は号泣する子って書いてだよね、もうそのイメージ疲れてるよね、ほんとにもうついてるね、うん、大号泣の少女、うん、でももう、でも美咲ちゃん泣かないよね、そんなに、うん、うん、私とかマジマジの方がよく泣く方だと、うんうん、みんなもらえな気はするタイプだけどそうだね、泣かないよねなんかさ、人生はすべて楽しいことばかりではありませんって時にさ、若菜ちゃんとリオめっちゃ泣き始めてびっくりした、うん、そうやばい、本当にやばかった、さまざまの中の妹キャラはひめりだよ絶対、ひめりひめり、なんかみんなの妹っていうキャッチフレーズが似合う、こう、うん、なんか一番、でも長女、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 長女って言ってた、だからしっかりしてるんだわ、うん、みんなの妹だけど、あれじゃない、うん、甘えん坊みたいな妹キャラはいないよね、そんな、うん、なんかねえねえみたいな感じじゃなくて、ただ単に元気なだけで、そのイエーイみたいな、そうそう、写真撮ろうよってだけって感じそう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 、でもまひろちゃんがもし14歳だったら超可愛がられてたと思う、なんでだったらって今ちょ聞きました、皆さんダメだよね、ほんと最年長だと怖い、いやでも分かる分かる、だから14歳でこんなふーんみたいな感じって可愛くてたまらないと思う、ねえ19歳でも許して、いやいいよ許してもないもん、だって数なんだもん、これがもうしょうがない、しょうがないよ、しょうがないから、プーさんが似合うのは生歌、最後は生歌でお願いします、あ、3人で歌ってたって、どこ歌う、ありとつぜん悲しい、あそこだってマジマジが見てるからやばい、違う、だってさ感情こもってないよってことすんだよ、愛で回ってる、何度でも転べばいい、立ち上がる次のチャンスはあるんだ、傷ついた君はもっと強くなっただろう、何度でも泣いてもいい、またすぐに涙拭ってしまえばいい、明日はいつか晴れると信じていよう、チャラッタ、テテテテか2番、2番
ピカデンデンデンチャンチャンタン。あ、なんでじゃん。じゃんじゃん。あ、本当。じゃんじゃんじゃん。心にはその花が開花する。しながらの思いがあるんだ。ショックなことあったとしても簡単に折れないよ。家族や仲間がいて何に泣いて何に怒ったか何に笑い喜んだか愛は知っている。ねえ2番って出てるっけ。何度目の歌ってるもうステージ。人は皆この地面這いつくばる。仰向けで青い空見たことあるだろう。何度目のリセット会悔しさは未来のモチベーションだ。ここから立ち直るのが楽しみになる。ちょっと出遅れてる今の負け惜しみじゃないんだ。この桜いつか取り戻せる。何度でも歩きですよ。くじけない自分の夢がある限り頑張れば後に誰かが続いてくれる。何度でも転べばいい。立ち上がる次のチャンスはあるんだ。傷ついた日はもっと強くなっただろう。え、ちょっと待って待って待って違う。え、でも出てることない？フルというかさ、2番のあのサビの歌詞。え、てかまあステージで歌ってるから大丈夫。でも、うん、テレビで出してないまだ。でも2番のサビの歌詞って出てるっけ？あの PV で、うん、え、でも12月の20日にも出るから大丈夫。大丈夫なのか、うん、え、多分2番まではミュージックビデオ出てるから。2番のサビもミュージックビデオで出てるかな。出てるよね。何みんな静かになっちゃった。2番だから、2番バージョンのサビも出てるよね、うん、MV で、ね、うん、出てる出てる。あ、じゃあ大丈夫だね、うん、じゃあそれにその普通になんだろう、テレビバージョンでプラスしただけだから大丈夫か、うん、大丈夫。ちゃんがもうみんなやめてよ。じゃあ大丈夫だね。じゃあ全部大丈夫じゃん。あと3日待てば、うん、大丈夫だ。 CD 発売されるよ。C だよ C だよみんな C だよ。どうしたの、どうしたの、C バージョンを買おう。あ、そういう C だ。そういう C かな。そういうことね。歌歌ってんの作曲。大丈夫なのね。黙っておく。 C あとはでも ありなんだよね。今歌った部分は全部、うん、全部 PV やら何やらで出てる部分だからセーフだね。みんな焦った。マジでみさきちゃん大丈夫って言ってほら大丈夫だ。みさきちゃん歌うから、みさきちゃん歌うから大丈夫。みんな落ち着いて。本当に焦った。C タイプ買えば大丈夫だよ。みんなみんな C 買おう。ねえねえ、イエイイエイ、逆におかしいって。 C 買おう、イエイイエイ。やばい、うるさい。やばいよ。あー、うさぎの国からやってきた。てやん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 。よし、オッケー。みさきちゃんやばい子だって。みんな忘れた多分さっきので。一瞬で忘れてた多分。やばい、ごまかしが強いわ。そのね、CD のやつで頭いっぱいになっちゃったから。まあ大丈夫か、うん、ありがとうございます。そうだね、洗脳されて、全部一応なんだろう、公開された部分をね、つなげた感じか。そうそうそう、じゃあ大丈夫か。 C 予約した。危なかった、ね、危なかった。CD 顔ラップ。え、でもタイプ C 予約したって方結構いらっしゃってね。まひろちゃんの頭をかじる。え、どういうことね、どうしたの。なんか酔っ払ってるのかなとか思ってさ。なんかみさきちゃんね、私といると酔っ払ってるの。みさきちゃん本当になんか信じられないの、たまに。この子こんな子だったっけみたいなさ。まひろのその歌は何タイプ。え、 C に入ってます。 C、 そう、 C が、あ、A、 そうそうそう、 A がグッドティアーズで、 B がシュークリームロケッツで、 C がサムデイサムウェアで、
今日の4じゃないんだけど D がラブコッチだ。ねえ待って、タイプ E 予約したよって書いてタイプ E とは、E が、あ、さっきの美咲ちゃんの歌が E なんじゃない。美咲ちゃんの作曲は ねもうすごいから、ね、握手会で頑張るから作曲してたらもう歌うから。すごいな、ありがとう。タイプ R いっぱい出てる、どうも。やばいね、何でもかんでも出てんじゃん。A の次 D じゃない、間違えちゃった、間違えちゃった。タイプ E はチワワだって。あ、そうだわ、なんか私んちの犬が、うん、あれなんかチョコチョコプリンがいるんだけどね、その子たちのは E にしようみたいな話になってたから、それのことか、うん、ってこと。チョコプリンが歌うの、うん、いやよくわかんないけど。え、チョコプリン歌うの。よくわかんないけどね。ワン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 、タイプずっと思ってたの。私のうちの猫もね、うん、チョコえ、言ってよ。そうなの。配信見るたんびに思ってたけど、言うの忘れちゃうのいつも。そうなんだ、チョコなんだ。チョコなんだよ。チョコって言ったら来るのか。じゃあそうそう、チョコさんって言ってる。え、私来てくれないよ。餌、餌、でも猫か、猫だからね、猫だから。猫だよね。猫猫、あと5分、あと5分だよ。マヒドンの猫、あと5分、あと5分。なんだっけ、さっきなんか言おう、あれ、マヒドンの猫はチョコって言います。何歳から生まれたんですか。はい、何歳ですか。え、ね、どうしたの、どうしたの。え、待って、本当に飲んでないよね。え、私いつも配信この感じだよ。え、待って、びっくりする今。猫に舐められてる。あ、3000人、ありがとうございます。あ、リオン聞いてた。マヒ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 、3000人ありがとうございます。私さ、アルバイトしてた時にさ、うん、料理長さんからさ、うん、天然マヒマヒって呼ばれてた。あの、な、違う、待って、何、どういうこと。だってそういう天然じゃなくて、すごいね、そういう天然じゃなくて、マヒマヒっていう魚があるらしくて、で、天然マヒマヒっていうのがあるらしくて、うん、天然マヒマヒとかマヒマヒってずっと言われてる。めっちゃ可愛がれてるじゃん。めっちゃ可愛がってもらってる。そうなんだ。いや、私マヒマヒって、私だけしばかれてた。しばかれてたって。リオン映ってない。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。すごいね、そのまんまじゃまだってきてるよ。ね、違うよ、そういう天然じゃないよ。しかも天然じゃない。マヒマヒってある、うん、あるんだね、そういう、うん、それで初めて知った。なんかさ、お寿司屋さんに会ったらしくて、友達がいきなりなんかお寿司の写真を送ってきたから、なんだろうこれって思ったら、マヒマヒって言うんだって、うん、マヒ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 、どうしたの。マヒ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 ゲットだぜ。え、ボーン、どういうこと。みんなして嫌わないでよ。嫌われた。みさきも、みさきはもう嫌われました今日で。ね、でもこんな感じだよね、みさきいつもの配信。あっちの部屋。そうそうそう、そうだよ。みさきはいつもね、こんな感じだよ配信。そうなの。ようちゃん落ちた。私 なんだかんださ、そのみさきちゃんの配信自分と被ってたりして見れないから、あれなんだ。てやん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 。なんかあと何分かになったら何話していくか分かんなくなった。え、ツイッターフォローお願いします。どうしたの急に。君みさきツイッターフォロワー本当に頑張ってるんで。みさきてやんはとても面白い。でもツイッターは真面目なので、ツイッターフォローしてください。うん、お願いします。ただいま。突然の、どうしたの、どうしたの、突然のおかえりも。宣伝、急に宣伝、宣伝じゃない、宣伝の、そう、急にツイッターをフォローしてくださいって言いました。ツイッターフォローしてください、お願いします。お願いします。私もしてください。みんなしてくれてるよ多分。あの、この木村美咲からサムデイサムウェアでどんどん全員のフォローしてください、お願いします。どん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 。ねえねえ待って、どんどんどん、やめようやめよう、落ち着いて、落ち着いて。え、こんな感じだって本当に。ね、こんな感じだよね。私より動物園かも。え、こんな感じ、いつも。あのね、一緒にいるとね、壊れていくの、美咲ちゃん。うん、そうそう、テンション上がって。すごいな。すごいの。え、今日じゃあ出会ってよかったじゃん、新しい美咲に。いや、え、うん、ちょっとやばいわ。びっくりしたよね。新しい美咲、こんにちは。やばいね、本当に。ハロー。ハロー、リオさん。全員してるよね、フォロー。ありがとう。うん、うん、ね、すごいの、スイッチ。スイッチがすごい、うん、ね、激しいよね。なんか激しい感じある。美咲ちゃんはね、もうね、これでもかかるから。静かな時ってこんな感じでね、もうこの感じ、ずっとこの感じで。あー、わかる。そう、自由よね、差が、なんか、うん、家に着くと、どうしたどうしたって、家、ね、なんか。やばいよね。
面白い本当に新動物園って言われてるよ。でも一番変わってるのさ、美咲じゃない、もしかすると、うん、いやマジマジだよかな、マジマジは超えれない、マジマジは一番の変わり者だと思う。多分違う種類の顔、そうそうだね、なんかみんな美咲ちゃんの方がまだ一般的な変わり者なんだけど、マジマジはなんだろう、逃走だっけ、もうなんだろうね、わかなちゃん見てる、ディスってるよ。違う、あの初めて見たあんな子でも羨ましい、ああいう魅力じゃない、マジマジの魅力って。はい、じゃあもう配信人間味だよ、人間味終了します。9時です。あ、ほんと、あ、ほんとだ、ほんとだ。はい、じゃあ最後に自己紹介して、ぐだぐだあれだね、ワード、わかった、あ、じゃあ行くよ。はい、じゃあ一人ずつ、じゃあ、サムデイサムエアのリオンこと清原リオです。あの、ね、まあちょっとその何ですかねえ、待って、どうし、あ、今日 MV が公開されました、はい、あの私はもう本当にね、制服でのでの撮影とか、うん、もう制服での MV とか本当に夢の夢だったから、うん、もうすごい嬉しいので、うん、その叶った瞬間をね、みんなにも見ていただけたら嬉しいです。そして12月19日は池袋サンシャインシティ噴水広場にて、リリースイベントがありますので、お待ちしてますのでね、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします、お願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。私かそうだサムデイサムエアの山田真宙です。こういう時に何喋ったらいいか分かりません。何喋ればいいんだろう。んーと、しっかり者の最年長です。しけてるよ。はい、じゃあ変わります。わかなちゃん、わかなちゃん、わかなちゃん始まるから、始まったよ、だって。でも始まったらしいよ、始まったらしい、うん、サムデイサムエアの木村美咲です。美咲って言ったらテアンって呼んでください。美咲あ、ピアーン、はい、ありがとうございます。配信終わります。バイバーイバイバーイ。どうやって終わるのこれ。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。